高月藩は、摂津国に存在した藩の一つ。藩長は、高月城。本項目では関係のある山城長岡藩についても、記述する。高月は、戦国時代、織田信長や豊臣秀吉に仕えた、高山右近が治めていた。キリシタン大名としても有名な右近は、秀吉の宣教師追放令で大名の地位を追われ、その後に、 新城直よりが三万国で高月に入ったが、1600年の関ヶ原の戦いで改役され、その身柄はガム秀行に預けられた。元奈元年に内藤信政が大見国長浜より四万国で入り、高月藩が立派にした。信政は高月城を改修し、本丸、二の丸を建設した。元奈三年に山城国伏見城代となる。 下佐国守屋より、時定義が二万国で入るが、定義は、源那五年死去する。この来行は、幼少のため、元宝により旗元に降格となり、下佐国守屋に、再び違法となった。三河国片野原より、松平家信が二万国で入るが、官営十二年下佐桜藩へ違法となる。張馬国立の藩より、岡部千価が五万千国で入ったが、 官営17年泉岸和田藩へ違法となる。下佐桜藩より、家臣の次男、松平安信が3万6千国で入るが、慶安2年に丹波笹山藩へ違法と、藩主が短期間で相次いで変わり、藩主家の交代が相次いだ。その後、山城長岡藩より、長井直清が3万6千国で入って、ようやく藩主が定着し、 長石十三代の支配を経て、明治時代を迎えた。明治四年に、廃藩地権により、高槻県となり、後、大阪府に編入された。府大四万国、内藤信正十五一下木上、内藤信成の長男。府大二万国、時定義十五一下山城守、時定政の次男。時寄幸十五一下。 山城守、時貞義の長男、不代二万国、松平家信十四日下。木上、松平家忠の長男、不代五万国、岡部千正十五し下。美野守、岡部長森の長男、不代三万六千国、松平康信十四し下。若狭守、松平家信の,の次男、不代三万六千国、 長井直樹を十五位した。ヒューが守る。長井直勝の次男。長井正史十五位した。一の神。長井直樹よの子。長井直吉の長男。長井直種十五位した。ヒューが守る。山城与度藩主。長井直行の四男。長井直達十五位した。ヒューが守る。山と新城藩主。長井正史どかの長男。 長井直秀十五位下。だ。貧神。長井直種の次男。長井正式十五位下。日高美。山と新城藩主。長井正ま窓かのいつお。長井直行十五位下。大見守。長井正式の長男。長井正し十五位下。日高美。長井正式の三男。長井直進十五位下。日ひが守る。長井正しの三男。 長井忠氏十五位下、日高見長井直進の長男。長井直樹十五位下、日高見長井直世の次男。長井直也十五位下、日高見松平新良の次男。長井忠氏良十五位師だ。日向守る、長井直樹の三男。長岡藩は、江戸時代初期、山城国男二軍周辺を領有した藩。 班長として、長岡に、陣屋が営まれた。官営10年、書院番で、数佐国、下宇佐国内に8000国を領する、旗本の長井直樹よが、丘陵地に加え山城国、木の国、摂津国内に領地を得て、1万2000国の大名に、昇格した。当初、長岡昇竜寺に居所を構え、後、長岡神速寺に移った。 昇格と同時に、諸院番頭となった。慶安2年に2万4000国の加造を受け、高槻藩に天保となったため廃藩となった。上記のほか島下軍14村、島上郡17村、野瀬軍18村の幕府領を預かり、島上郡3村は本藩に、残部は、摂津県に編入された。また、マム郡6村の幕府領を預かったが、全域が、 堺県に編入された。ありがとうございます。